覚えてますか何ですか以前話しました。うん沢部家パラサイトと言いますかあのー、何でしたっけそれ。<laughs> ティモンディのね。はい。前田。ああ<ー>。はい。青い方ですね。はいはい。前田が、うちの長女、はいお、3年生になりますけども、うん、の家庭教師をこう、私お願いしましてね。はい。 結構その塾講師とか、結構七八やってて、教えるの前いみたいなね。で、三度の富澤さんとお子さん教えたりとかしてて、で、俺もお願いしようかみたいな話をしてたら、その中、まあ娘、えとか、まあ妻、まあその沢部家、家族、乗っ取られるんじゃないか、その映画パラサイトのように、乗っ取られるんじゃないかという話をしたと思うんですけどね。 あれだからその奥さんとはもう、寝たってとこまで話しましたっけ寝てないてしてません。寝たってとこまで話すわけないじゃん話しましたっけそれも。旦那がうん。で、それ絶対許さないみたいな話でしたっけ寝てたんですよってうん。絶対許さないって。やられたらやり返すみやられたらやり返すって。そんなファニーにできないよ。嫁寝取られてたら。それ逆に興奮したって話興奮するとこまで、まあまだ持ってけないね。ちょっと。 もう時期そこまで行きたいけどね、そ,そ,そのランクまで持ってきたいけども、<laughs> <ー>まだそこまではね。通称、前田パラサイトなんてね。うん、中川パラサイスみたいな <laughs> ていうので、ひとしきり盛り上がったんです前田も不本意だろうな。<laughs> みたいなことを言って、長寿はもう、ずっとこう次作るかな、みたいな。うんはい、楽しみにしててね。うん、だからもう、その長寿はもう、前田の支柱に、落ちたというかね、はい、と言ってもいい、みたいな。うん で、結構、その、ちょ、その、俺が、パパがね、うん、いない時にも、前田がこう来て、教えてくれたり、みたいなのが、はいはい、まあ、何回かこうあって。はい、で、今は、だから、前はね、うん、大丈夫だったけど、この、だんだん重ねて、こう、妻も落とされるんじゃないかという心配はね、うん、確かに。そこか。そうそう。うん、あってねうん。で、なんか、俺、ここでも、なんかメール、読みましたっけなんか、その、ティモンディの、うん ラジオで、前田がなんか話してて、みたいな。なんか言ってましたね。そうそう。富澤さんはなんかご飯食べてくかとか言ってたけど、澤部さんはすぐ返そうとして、みたいな。あ、そうだそうだ。そうそうそう。とか。ああ、だからこれ、それをだから俺もその話をね、ラジオでなんか前田がしてたみたいな聞いた時にね、あの、えらい強気に来てるなと。うん。思ったわけ、その話を前、聞いた時に。うん。で、これ、強気に来たっていうのは、 結構もうやばいんだよね、そんななんかさ。どういうことですかいわゆるこう洗脳とかマインドコントロール系の、うん、あの話、こう聞くとさ、うん、最初はやっぱこう優しいとか、すい仕立てに入ってきて、みたいな。えー、で、わーってこう、どん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 積み重ねある時、ある時、うん、る時急にやっぱり強めに、 出てくんだよね。そういう人たちって。牛島くんの洗脳の回とかでもそうだったし。俺、しくじり先生とかでもその洗脳系の授業が今まであってさ。洗脳されてました、みたいな。ある一時から急にこんなんか、完全に上に立ってさ。そう。強めに来るみたいな。確かに。冷たい熱帯魚もそうだった。ああ。いや、大体そうなんだよな。見てないけど。パラサイトも見てないし。見てないんかよ、こいつ。何も見てねえじゃか話すな、お前は。 もうやめろこの話を強めに来たとき。ただその、そう、そういう強めに来る段階っていうのは、もう完成に近い状態というかね。いや、そういう。洗脳のね。で、こっちが悪いことしてんじゃないかって思わされるっていうね。かなり終盤に近づいてきてる。で、俺はその話を聞いたときに、やっぱり思ってさ。これはやばいな、みたいなさ。思ってたんだけど、まあ、長女も喜んでるし、結構久しぶりに。はい。 結構間空いたんだけどね。うん、かなり久しぶりにまた間に来てもらうことになり。それでも,も頼んじゃってるってことは、お前洗脳が始まってるぞ、うん、完全に。だからこれはわかんないよね。うん、俺も気づいたら連絡してた間に頼んでたからね。うん、まあそれは娘勉強のためにと思って連絡したんだけど、うん、かなり久しぶりにこう呼んだと。うん、したらやっぱ娘はもう、はーって、急いで、うん、ああお部屋綺麗にしなきゃみたいな。うわ やっぱ嬉しい。ちょっと色めきだってんじゃん。嬉しいんだろうね。<ー>準備して、みたいな。で、18時に来てもらう。はいはい。みたいな約束をしててね。うんうん、で、俺はその日仕事だったわけ、うん、仕事だった、まあ、仕事現場に来い,、はい。そしてそのなんか時間近づいてきたら、前だからその LINE が来て。うん、ちょっと遅れますと。<う>ライ LINE が来てね。<う>あ、ちょっと遅れるんだ。なんだこのちょっと遅れますっていうのは、うんはいはい。 なんで、揺さぶりかけてきてるみたいな。これやばいね。これなんか揺さぶりかけてきてとか、なんか遅れて、早く来ないかな。うんうん、みたいな。期待さす。そう。主導権を握ろうとしてる。なそういうことだよね。うん、とか、本当に、なんかいろんなこの感情になるよね。うん、ちょっと遅れるって。はい。で、それをまあ妻のとかにも伝えて。うん、で、仕事終わってね。はい。7時。 半過ぎぐらいに終わって。で、ま、急いで帰ったわけよ、俺は。急いで帰ったら、まだ、靴が置いてある。はい。知らない靴が置いてある。まだ前田いる。うん。だから、2時間ぐらいやってくれてんだよね。六6時から8時までみたいにみっちり。それちょっと長すぎるな。それちょっと。長すぎる長すぎるよ、それちょっと。がっつりやってくれて他のこともしてるよ、絶対。うん。他のおかしいもん。家庭教師で2時間は。不可解。 家庭教師2時間は不可解ではないよ。あるゃあるっちゃ。疑った科目1時間って別にあるっちゃある。疑った方がいい。あれだけど。で、わーってこうね、階段上がってこの、行ったら、まだ勉強してんだよ。うで、まだやってんだ、みたいなね。ちょっとスまっトした。で、ほとどなくして、まあ終わってさ、前田がこうリビング来て、ああ、お疲れ様です、みたいなさ、ああ、ありがとね、みたいな。したらもう、 俺にちょっとこう挨拶しながらも、一番下の息子を抱きかかえ。るもうもう家族じゃん。家族だねもうなんかすごい、こうなんか慣れてて息子ももう。すごいね。うわーみたいな。それはもうさ、お前でもできないことなんだから。息子を抱きかかえるなんていうことは、そう。抱かせてくれないわけだから。それも毎回やってのできるよ 見かけ入れるよ。あれ、そうだっけ。父親だから。そうか。そうか。そう。はあみたいな。したら、長女は。パパに、これ作ったんだよ。作って。ええ、なん作った。え授業でみたいな。作ったのと、冷蔵庫で、ばって、なんか。チーズ持ってきて。なええって。チーズ作ったんす。そう、今日、前田さんとチーズ作ったんだ。なんで、その、なんで、そのチーズの授業はって。なんで、それ、遊びじゃないのか。おい。ちゃんと、おしろよ。勉強。なんだ。これ。なんだ。って言ったら。前田が。これ、牛乳に。 何入れるんだっけって、うちの娘さ。何入れるんだっけみたいな。すおすみたいな。娘が酢で、タンパク質が固まって、みたいな。タンパク質を、みたいな。これね、澤部さん、みたいな。中学ぐらいで習うことなんですけどね。みたいな。理科、中学んか。理科とかで習うやつなんかな。そう、それを一緒にこう作りながら、娘になんか教えてくれてて習う人なくないおかしいよ。んか、前田のなんかあるんだって、なんか楽しく。 こう、そういうのも、教えるみたいな。で、うわぁ、みたいな。こんな授業をして、こいつ、それをパパに作ろうね、つって、パパに作って、この俺まで一気に落とそうというかさ、美味しいんだよ、またそのチーズがね。食べたら、マウントってのもあるかもねそう。うーってなっちゃってね、俺ももうなんか泣きそうになっちゃって、もう一個その場で優しい言葉かけられてたら落ちてたよ、俺も。危ないとこまで、ギリギリのとこまで。大丈夫かで、 で、妻がね、そういうなんかバーってやってた、そこ会話入ってきて、ちょっとあの、本当今日さっきまで出かけてて、バタバタしててあれなんですけど、って、ちょっとお弁当用意してるんで、って、妻が。近所のやき肉屋さんのいい弁当用意してて、それをなんか前田に出して。何それ何これ聞いてたんか、こいつ。ティモンディのラジオ。飯用意してるぞ。 妻が完全に落ちた、ね。<laughs> 弁当を用意したらもう完全に落ちてるよね。ああよ一家庭教師に。お食事用意したってなら。弁当を持たせない弁当を持たせない。うん、必要ないよ別に。うん、クッって。妻が落ちた。うん、これやばい。ばいね。<laughs> そう。したら妻が俺に言うの。うん、はい、パパのは残念ながらありません。うわー <laughs> <で> <laughs> こいつはもう。これやばいじゃんって。もう。 真っ黒だね、それ。<laughs> うん。ちょっとけど、なんか何時に帰るか分かんなかったから、パパのはありませんって言われて、うん、ああ、完全に。それはもう完全にもう終わっ,っ終わってる。落ちてる。落ちてるね。その僕はもう怖くて。<laughs> はい、たい。食べてくかなんて、うん、やっぱ言えなかった、怖くて。<laughs> 早くこいつを。怖いね。返さなきゃっ、つって。ねうん、で、その日はもうちょっと返してさ。うんね、で、 次の日。次の日。俺なんか早かったの。ポカポカで終わったのかなポカポカで終わって家帰って。でも、夜ご飯さ、一緒に作ろうかみたいな娘と、子供たちと。とん。豚汁とオムライスを作ろうみたいになってさ、まあやっぱり前田のチーズを消すために、パパとの調理を、で、塗り替えるために。チーズなかなか消えないから。そう。で、豚汁とオムライス作った。で、わーって作ってたら、え、5時半、夕方5時半ぐらいになったら、あ、パパちょっとこれ全部やっといて、あとは。つって。うわ あとこれ全部やっといたやつテレビ行ってさ娘がでバーってつけてテレビいいテレつけてティモンディが出てる天才テレビ終わったよねやった毎日見てるんだって娘がもう完全に洗脳されてるわ洗脳完了だよねってなると本当に前田沢口そん天才テレビから通じておそらく全国の うん、子供たちを支配しようとしてるから。うわ、そう多分。うん、それをちょっと俺は。怖いよ。俺はこれを止めなきゃいけない、なんとか。だってもう高岸がもう、支配されてるわけだから。高岸は完全にマインドコントロール <laughs> 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 だってもう、おかしいもん、喋、うん、り方が。高岸。<laughs> うん 目がおかしいじゃん。やればできるあの感じで洗脳されてるやつあいつ昔からああったらしいけどね。いやいや、もう昔からじゃ洗脳されてる。洗脳されてんのかな。あいつおかしいもんね。ちょっとなんとかこれは、手を認めないと。ハライチのターンハライチのターン